国内ゴルフの女子ツアーは、コロナ禍の今季も、20代前半の世代と形容される若手プロの活躍が目覚ましい。14日まで開催されていた伊藤園レディス、グレートアイランドクラブでは、その代表格で黄金世代とプラチナ世代の間にいる、狭間世代の稲見萌寧が、 最終日に7アンダー65を叩き出し通算17アンダーで2位に9打差をつける圧勝今季9勝目通算10勝目を挙げた同大会単独5位の古ココアヤカも10月の富士通レディース東急700クラブから5試合で3勝ともうチャージをかけて今季6勝を記録その他にも西村優奈 シブのひな子、小岩井桜、勝みなみの黄金世代、プラチナ世代が複数回優勝を飾っており、ツアーは20代前半の若手が席巻している。これだけでもわかるが、優勝者の低年齢化は顕著で、シーズンの最年長優勝者はパナソニックオープンレディース、浜のゴルフクラブに勝った、 上田桃子の34歳。この後にサルジエ、カン。若林舞子の33歳が続く。またデータを見ても。上下道はあるものの年度別優勝者の平均年齢は2016年に28。5歳だったが、昨年は22。7歳で今年は、伊藤園レディスまでで23。6歳。 やはり低年齢化は数字でも明らかとなっているこうした世代の台頭によりツアーの新陳代謝は激しい例えば4年前の2017年の賞金ランクを見てみると賞金女王は鈴木愛だったがトップ10のうち7名は韓国籍プロを中心とした海外勢これが翌年になると賞金ランク1位 2位は、アンソンジュとサルの韓国勢がついたが、トップ10入りした、海外勢は3名にまで減り、小祝い、勝ち、岡山エリがトップ10に加わった。2019年は、この年に全英女子オープンを制した渋野ひな子が、鈴木と激しい女王レースを展開し、賞金ランク2位、 恋愛。勝腹襟花。そして国内外で活躍する畑岡奈者たち、黄金世代が毎週のようにニュースの中心にいたことは記憶に新しいことだろう。また、コロナ禍となった2020年は黄金、プラチナの次に控えた第三世代、新世紀世代と言われる佐藤ゆかが2勝し、 さらには、今年の全米女子オープンも、聖波、22、7歳という2020年優勝者の低年齢化を経引した、毎年のように次世代スターが登場する女子ツアーは、こうしたトレンドがこれからも続くことが予測されるが、そこには、主に3つの理由がある。まずは、笹生と、 同世代にもすでにツアーでその実力を発揮しているプロがいるから。現在20歳の山下ミューユーと西郷マは共に昨年からツアーに参戦しているが。山下は今年の KKT ハイバンテリンレディスオープン、熊本空港カントリークラブを19歳で制覇し、現在賞金ランク12位。西郷も今年は2位。 タイも含むに7回入るなど初勝利まで秒読み段階となっており、賞金ランクは多くの優勝歴のある選手の中で堂々の4位と大検討している。二つ目はこうした新世紀世代に加えさらなる若手が控えているから、今月5日まで京都の常用カントリークラブで行われていた2021年度の 最終プロテストでは21人が合格したが、この中には日本女子アマ優勝の大関あやみゆ、渋野ひなこが優勝したスタンデーレディス、透明カントリークラブで2位体となった佐藤美優、日本女子オープンローアマの武田りたちが含まれている、現在18歳の彼女たちは、全員がツアー出場歴があり、 それぞれが予選通過を果たしたり、トップ10に入るなどプロと遜色ない成績を記録。こうした面々が来年以降にツアーに続々参戦するわけで、現在活躍中の世代も気を緩める暇はないだろう。三つ目は、女子プロたちのピーク年数にある。というのも、頂点を極めたり、 トッププロとしてプレーした選手が同様の成績で何年も上位にい続けるということが少なくなってきているからだもちろん初勝利から14年が経った今年も勝利しツアー通算15勝目を挙げた上田のような実力者もいるが多くはピーク年数が短い傾向にある2013年に4勝して賞金女王となった森田里香子は それをピークに少しずつ成績を落とし3年後には賞金シードを落ち、賞金ランク131位となった2018年のシーズン終了後には、28歳にしてツアー撤退を決めた。2015年から2年連続で賞金女王となったイボミ、カンも、その2年を含め5シーズンで賞金ランクトップ10にいたが、 わずか2年後の2018年に賞金ランク80位台に、そして2020から21年、伊藤園レディス後にシード落ちが決定した。さらに2016年、2017年に賞金ランク4位となったキム・ハヌル・カンは、それから4年後の今年、引退を発表した。 2020から21年に思うようなプレーができず賞金ランク81位と低迷していたがコロナの影響があったとはいえわずか34年前までツアーの中心にいたトッププロがツアーを去るというのはそれだけ女子ゴルフの世代交代のサイクルは早いということなのだろう国内女子ツアーは 毎年誕生する新しいヒロインの陰で、ほんの数年前までトップにいた選手が静かに一戦を退いたり、賞金シード圏外となる新陳代謝が激しい世界となっている。ニューヒロインや新スターはいつでも見たいものだが、世代たちが活躍する群雄割拠のツアーももちろん魅力的。現在、 活躍しているプロたちには、できるだけ長く、今のような元気にプレーする姿を見せてほしいものだ。